J2 藤枝マイ FC は22日、次節、熊本戦、24日、藤枝さ、に向け焼津市内で調整。前節、今季1号で今季初勝利を呼び込んだ MF 江本慶吾、24、が新草連発に意欲を見せた。新草連発へ、藤枝の10番を背負う江本が意欲を見せた。居残りでシュート練習に汗を流すと、 熊本戦でも点を取りたい。もっと、もっと、という気持ち、と口元を引き締めた。長いトンネルだった。チームはリーグ開幕から4位連続で無得点。しかも16日の岡山戦では、シュート15本を放ったもののネットを揺らすことができず、優勢に試合を進めながら0対1で敗れた。3連敗で初めて最下位に落ちた。 それだけに、1対0で勝った山形戦でのゴールは値千金だった。力を抜いてリラックスして打てた。本当に良かった。ほっとしました。と、榎本は勝負を決めたミドルシュートを振り返った。練習の雰囲気も変わったという。明るくなった。連敗してもスタイルを変えず、選手がひたむきにやってくれた。勇気と自信を得た。 熊本戦も思い切ったプレーが増えると思います。と須藤大輔監督、46。前戦でボールを追って走り回った MF 梶川亮太、34、も、連戦でハードだけれど、勝ったことがメンタルに効いています。100%を出します、と意気込んだ。次は今季ホーム初勝利を目指す。熊本も前戦からハイプレスをかける同じスタイルだが、 ポジションをうまく取ってこで負けない、と榎本は投資を新たにした。昨年は一勝一敗ながら、ホームでは0対4で大敗。その借りを返す、1ゴールでは終われない、複数得点で難敵を倒して上昇気流に乗る、里見雄二、0、島田市の島田掛川信用金庫、島田本部で22日、 クラブへの強化資金贈呈式が行われた。預金の0.01%を強化費に充てる藤枝舞 FC 応援定期を昨年8月から5ヶ月間募集。17億1000万円が集まり、そのうちの17万1000円が徳田浩介代表38に送られた。約1000口の申し込みがあり、驚きました。 よし義弘常務理事62サッカースタイルに惚れ込んだという声も紹介され MF 水野大介30は地域の皆さんと一緒に戦っていきたいと気を引き締めていた。